こんにちは。今日の切り抜きニュースは、今30人いるんで、あの現職がね、だから今うちわもめしてるじゃないですか、うちの党の中で。あれね、なんでほったらかししてるかって言ったら、ぶっちゃけ何人か辞めてくれないかなと思ってるんですよ席が空くから。だから本当に変な人たち、俺は介入したら俺がどっちかに肩持つから、まずどっちかって言ったら、そもそも誰と誰がどう揉めてるのも本当に知らないんだけど、だって有権者がこいつダメやと思ったら、もう結果で出るわけでしょ。だったらもうそれはしゃあないの、君のせいやろでいいと思ってて。だから一回当選してる人をもう一回当選させなきゃいけない理由も正直ないから、だからそこら辺は結構シビアにいこうかなと思ってるけど、とにかくうちの場合は本当党費もらってないんで、こっちから出してるんでね。普通は党に上納するわけでやってないから、あんまりだから党の人を守る必要性もない。ただ自発的にね、こっちは命令はしてないですよ、一切命令してないです、規則も出してないですよ。自発的にどんなことをしてるかによって次の選挙を決まるんじゃないってぐらい感じ。確かに NHK 党を辞めた議員はひどい人でしたね。立花孝志に当選させてもらったのに勘違いしていましたね。だから2回目は落選しているんだと思います。それではご視聴ありがとうございました。多くの皆さんが受信料不払いすることによって NHK をぶっ壊す。